イス、おやっさん。ねえおやっさん、ハル様はどうしてどこへ消えたんでしょうか。すみません、少しお話を伺ってもよろしいでしょうか。王の言語に曇りはねえ。いいぜ、何でも聞きな。ひとまず語ってみな。話はそれからだ。素直に応じてやりたいのは山々だが、大人とはそうたやすく答えたりしないものなのだよ、少年。見習いの少年と、しかでござるか。俺様超忙しいんで、とっとと済ませてもらっていい。おお、その鹿、ただの鹿ではなさそうじゃの。主の失踪にもめげないその根性、気に入った。捜索を手伝ってやっても構わない。だがその態度は気に入らないな。さて何事でしょう。いたずら好きの俺でも他人の主は隠さないって。お前のその目、つまみ食いしたそれがしを見る松にそっくりだ。誰にでも疑いの目を向けるのは感心できませぬよ。そう、何が知りたいのかしら。いろいろ教えてあげたいけど。あら、鹿さんが睨んでるわ。はて、示唆すべきことは全て示したはずだがな。よもや世を疑っているのかな、鹿の友よ。濡れ衣を着せようってか。嫌になるぜ、こんな奴らばっかでよ。力になってあげましょう。どうぞお話しなさい。すまないが、見知らぬ者に応じようとは聞いていない。はっ、よう相手にそう切り出すと。面白き子わっぱよ。うん、いいわ。一に分かることなら何でも答える。うむ、正義の仕組みについて知りたいのだな。そもそも正義というのは、遥か数百年も昔に、いやいいけど、の前に、その鹿ってどういうこと。つまらぬ昔語りでよければ、まあいろいろと聞かせてやろう。許可しない。され、目障りだ。ああ、わしでよければ存分に語り合おう。今は時間がない、またの機会にしてくれ。ふん、わらべの遊びに費やす時間などない。ああ、俺様に言ってんの。顔は鬼だからって人はさらわんど。人探し、自分探し、探し物ならザビー教が一番です。わしの顔が怖いせいか絶対疑われてるよ。小生に話、穴蔵への苦情は一切受け付けないからな。我が輩は信頼のひでし、疑いの目なんて失礼だよ。いいだろう、契約の話か。あなた、アマゴ・ハルヒサをご存知ですね。え、ご存知ない。え、あのガッサンとだの砂と風で有名な、あ、ご存知ない。ああ、